さて始まりました、ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。皆さんこんばんは、佐藤大樹です。大樹さんお疲れ様です。はい、今日も LDH メンバー X を番組の公式 X からリプライして行う宣伝活動を行っていただきます。はいはい、今回取り扱わせてもらうのはジェネレーションズのメンバー白浜アランさんの X から10月4日の投稿です。うん、それでは読み上げます。次の新曲もヤバそうだぞ、うん、ギャンギャンしてる。なるほど。はい、ギャンギャンです。この投稿に太一さんから番組の宣伝を入れながらリプライをしていただきます。ではお願いします。いきます。ショイショイしてる。今週末のライブエキスポに向けて僕は時間さえあればジムでショイショイしている、ファンの皆さんの大好きなアラタイで写真撮りましょうね。ぜひラジオにも遊びに来てください。白浜アラン T.O. タチコと佐藤大樹より。これでいきましょう。ショイショイですか。ショイショイ。ちなみにショイショイ意味分かってます？すみません、分かってないですね。このラジオ担当してるのに何度も言ってます。僕がジムで鍛えることをショイショイって言うんですよ。僕は白浜アラトップオーダーなんで、お願いします。わかりました。ではこの内容で番組のアカウントから後ほどリプレイを送っていきます。はい、こちらクレームはすべて NAC5 にお願いします。ということで始まります、ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちんマイク。79.5 FM NAC5 ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。改めまして FM ナック5をお聞きの皆さん、こんばんは。ダンス&ボーカルグループファンタスティックスの佐藤大樹です。そうですね、ショイショイっていうのは、僕がトレーニングしている時に使う用語ですね。今日もショイショイしてきたとか、ある意味代名詞みたいな感じなんですけど、皆さんもぜひ使ってください。そしてアランくん TO っていうのはトップオタクの略ですね。僕はアランくんのこと大好きで、EXBG のダンサー時代からすごく憧れていました。なのでね、今週末のエキスポでも新たいでたくさん絡んで写真もアップしたいと思います。皆さん楽しみにしていてください。さあ、ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。この番組は僕佐藤大樹の苦手意識を克服していくという名目でお届けしています。なんとですね、今日で番組放送祝30回だそうです。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいね、30回ってことは、まあ、毎週やり続けているから、そっか、もう約何ヶ月だ、7ヶ月以上。うわー、すごいですね。毎週聞いてくれて皆さん本当にありがとうございます。 SNS もねやってるんで、皆さん番組の X まだフォローしてないよって方がいたらフォローお願いします。そして拡散もねぜひしていてくれたら喜んでくれと思います。スタッフもたちも皆さんぜひお願いします。さあ、それではまずは1曲聴いてください。ファンタスティックスの新曲ガットブースト。FM ナック5、佐藤大樹がお届けしています、ファンタスティックス佐藤大樹のぼっちマイク。さて、 EXILE トライブが大集結する年に一度の大型ライブ LDH ライブエキスポ2024 EXILE トライブベストヒッツがいよいよ今週末26日27日にヤンマースタジアム長居で開催されます。今日はねちょっとその話をさせていただこうと思うんですが、今回の目玉企画、このタイトルにもある通り EXILE トライブベストヒッツです。皆さん、曲がかかってこの曲なんだろうって曲は一曲もございません。全て聞いたことはある曲でして、まあ、もっと言ってしまうと、そのアーティストがそのアーティストだけでパフォーマンスする場面は一切ございません。コラボばかりでございます。すんごいですよ。もうね、リハーサルしても時間が足りない、もう目が足りない、もうお客さんとして見たいなって思うぐらいに本当に最高のライブができています。ただリハーサル時間が少ない。まあね、ファンタスティックスのねリーダーの2人以外は舞台中でもありますし、なかなかね80人超える大所帯で集まる時もファンタスティックスだけは今日欠席ですとか、この間も1分の1リハーサルって言って実際の大きさを想定して行うライブリハーサルがあったんですけども、2日目がねファンタスティックスはねとある撮影で参加できなかったり、
本当にね各自映像で覚えて当日頑張るみたいな雰囲気になりそうで、ちょっとねピリピリしていますしドキドキもしていますけども、まあ、リハーサルでのエピソードというと、まあ、いろんなねグループの垣根を越えたコラボがあるんで、そのリハーサルで初めて初絡みする先輩後輩みたいなのもたくさんいるわけですよ。だからエグザイルの TAKAHIRO さんとリルリーグの子がねあのハイタッチしてる姿を見て微笑ましくなったりとか、まあ、僕はジェネレーションズのみんなと結構あの同じリハーサルになる機会が多いんですけど、特に今回レオくんが多いかな、俺はレオくんと同じ曲を踊ることが多いんですけどもね。さあ今回ライブに参加してくれる愛席さんからのメッセージをいただいているので紹介したいと思います。愛席ネームゆきさん、タチこんばんは。最近エキスポのリハをしていると思うんですが、エキスポどんな感じなのか少しだけ匂わせてください。念願のスタジアムでのタチのパフォーマンスめちゃくちゃ楽しみにしています。まあ、だいぶ匂わせてしまったんですけど、もっと言うと、EXILE TRIBE、まあそうですね、のアーティストがスタジアムでやるのは実は14年ぶりなんですよ。2010年の EXILE のライブツアーファンタジーっていうスタジアムツアー以来ということで、僕はお客さんとして4回行ってたんですけど、その時に見た伝説のあの懐かしのパフォーマンス再びみたいなコーナーもあったりしますし、この人歌うんだ、あー言っちゃったこれ、まあいっか、もうすぐだもんな、この人ボーカルとして歌うんだみたいなところがあります。はい、あとこの人がこの頭サビあんなに美味しい頭サビ歌うんだみたいなね、いいんだみたいなところもありますし、もちろん EXILE TRIBE の強みといえばパフォーマーバトルですよね。もうこれぐらいにしとこうかな、うん、これぐらいかな、匂わせてほぼネタバレなんですけど、まあいいや、まあ、もうすぐだから皆さんも楽しみにしててください。続いて愛席ネームゆっこさん、大輝くんこんばんは。もうすぐエキスポ開催ですね。私は映画館のライブビューイングで見ようと思っています。エキスポにはたくさんのグループが出ますが、大輝くんはファンタ以外に入ってみたい踊ってみたいと思うグループはありますか？そうですね、やっぱジェネはね入ってみたいとか、曲も、もう同世代で知ってたし、むしろね後ろで踊ってたぐらいですから、ジェネのね定位置に入って踊ってみたいなっていうのもありますし、三代目さんの曲すんごい好きな曲多いんですよ。で今回も久々に聴くねあの曲があったりとかして、だから振り付けいつでも踊れるんで、僕速攻出たいですと思ってるんですけど、なかなかねそれは言えない、選ばれてはないのでみたいな感じもあるんで、まあそうだな、先輩だったら三代目かジェネ、後輩だったらやっぱねリルもそうだけどキットも好きだからな、その2つのグループのどっちかかな。なんかバリとかサイキックはちょっとダンスパフォーマンスのレベルが高すぎて自分だったら踊りこなせない気がするんでちょっとビビってるんですけど、まあ、キッドとリルちゃんは結構キャッチな振り付けも多いから、まあ、自分はね歌は歌えないんだけどパフォーマンスとしていつかね混ざってみたい、コラボしてみたいっていうのはありますね。はい、ということでちょっとねネタバレしすぎてしまったかもしれませんが、もういよいよですよ、今週末なので皆さん26日27日来られる方はヤンマースタジアムでお会いしましょう。そして来られない方は、27日はねライブビューイングがあるということなので、全国の映画館に足を運んでいただいて、そのスタジアムにいる気持ちになって僕と一緒に盛り上がってください。それでは会場でお待ちしています。ここで1曲お届けしたいと思います。たまにはねこれかけよう、EXILE で Love Dream and Happiness。FM ナック5、佐藤大輝がお届けしているファンタスティックス佐藤大輝のボッチマイク、ここからはこちらをお届けします。今年のベストバイ、ずっと欲しかったものや衝撃的に買ったものなど、あなたが今年購入してよかったなと思うものを私たちに教えてもらうコーナーになっています。毎回ねこのコーナーで紹介したものを一つ買うというコーナーなんですけど、前回紹介した中で買ったのがスチーマです。はい、めちゃくちゃ良かったです。うん、なんか仕事場でねそれがメイク前とかで使う時はあったんですけど、確かに実際に家にあったら便利だなと思いつつ電気屋さんに行って購入したんですけど、テレビを見ながらねバーッとしながらあの顔のマッサージをする時、美顔器を使いながら、あのスチーマーはすごく必要だなと思ったし、何よりねそんなに高くないんですね、スチーマーって。なんかもうちょっとするなと思ったんですけど、意外と一番コンパクトの買ったら全然
高くはなかったんで、なんかこれプレゼントにもいいなと思って、メンバーの誰かにねあげるのもありかなと思いました。教えてくれてありがとうございました、愛席さん。それでは今週もね、何か気になったもの一つ購入しなきゃいけないということなので、恐る恐るメールを読んでいきたいと思います。愛席ネーム、サミさん、タチ君こんばんは。私が最近買ってよかったものはビクセンアテラ2防振双眼鏡の16倍です。すごい、聞いたことないな、これなんだこれ。防振双眼鏡で有名どころだとキャノンやケンコーがありますが、まあ、そもそもこの防振双眼鏡僕は知らないんですけど、振動を防ぐと書いて防振の双眼鏡ですね。画面の綺麗さや明るさがトップクラスだと思います。もともと14倍は持っていたのですが、今度ヤンマースタジアムで開催されるエキスポに向けて新モデルの16倍を購入しました。かっこ15万円、かけー、すごいなこの人。ライブのために新モデルは16倍らしいですね。すごいね。お値段は多少張りましたが、アリーナやドーム規模のライブで推しを見るのに大活躍間違いなしです。最近 JO1 にハマっているたちに、常に推しが目の前にいるような臨場感を味わえる防振双眼鏡、ぜひおすすめです。ちょっとな、 JO1 好きやけど、推してるけど、応援してるけど、15万円の双眼鏡は買えないですね。すごいな。確かに僕もあの2010年のファンタジーっていうエグザイルのねライブを見に行った時、双眼鏡は必需品でしたわ。うん、なんかドームでもさ、もう言ってしまえば米粒っていう表現よくするけど、僕らが見える小ささをね、スタジアムになるとねもっと遠いからね。うん、実はあのこの間ですね、同じヤンマースタジアム長居で開催されたあの上方ボーイズっていうね、スタートエンターテインメントの関西のグループの合同ユニットのライブ見に行ったんですよ、スタジアム。めちゃくちゃ楽しかったんですけど、確かにここで双眼鏡があったらいいなって思うところは多々ありましたね。でもちょっと僕は手出せないかもしれません。でも教えてくれてありがとうございます。続いて愛席ネーム、まなちゃんさん、大輝くんこんにちは、私は今年ワンちゃんを購入させていただきました。ワンちゃん、犬のことですよね。本当に毎日楽しくて癒しで、家に帰っても幸せな気持ちでいられます。大輝くんもぜひ癒しを。いやいや待て、すごいな、この人20代前半の方なんだけど、まさか今年のベストバイで命を持ってくるとは思わなかった。ベストバイにワンちゃんを入れていいんだ。そっか、人生でワンちゃんを購入したことないんですけど、ワンちゃんって平均いくらするんですか。柴犬で30万もするんですか。10万円以下で買えるっていうのはないか。ワンあるんだ。いやでも命を預かるっていうことは大変だしね。僕あの水槽の生き物だったら、多分愛席さんの誰より今まで飼ってきた自信があるんですよ。お魚の合計数で言ったら多分ね、まあ、余裕で100は超えてますね。僕100匹以上は絶対飼ってきてるから。それでもワンちゃんには手出せないな。てかどうします、じゃあ逆に来週のラジオで。まあね、先日あのお便りにもあったワンちゃん早速購入させていただきましたってさらっと言ったら、それはそれで引くだろう。命はさすがにね簡単に扱えないんでちょっと無理ですね。でも教えてくれてありがとうございます。ペットはねいいよね、生活変わるし明るくなるし。続いて愛席ネーム、マキちゃんさん、私の今年のベストバイは京都へ行った時に買ったかぼちゃの漬物です。うん、友達におすすめされて買ったんですが美味しかったです。タチ君、かぼちゃの漬物食べたことありますか。南にウリと書いてかぼちゃと読むんですね。初めて知った。かぼちゃの漬物はないよ。美味しいんか。なんかね、ウリ系のね、やっぱ食材だったら何でも合うって言うけど、ちなみに僕あのドラマでウリを割るっていう作品をやった時に、あの最後あの事後の2人が、初めて初夜を交わした2人が朝方ウリの漬物を食べるというシーンがあったんですけど、そこで初めてウリの漬物を食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、そっからウリ大好きになったんですけど、かぼちゃはまだない。あーいいね、京都じゃないと買えないのかな。なんか通販とかでもありそうですよね。僕の好きなふるさと納税でも漬物の盛り合わせっていうのはよくあるけど、かぼちゃは見たことないかな。ちょっとね、アマゾンでこれやっちゃうか、これにしようかな。ちょっと有力候補ですね。最後、愛席ネーム、カールさん、私のベストバイはアーモンド効果です。
やっと本気のダイエットを始めました。スタバをどうしても飲みたい時に代わりに飲んでいます。すごく美味しいのでよかったら飲んでみてください。すごく美味しいのでよかったら飲んでみてください。残念ですね。僕の冷蔵庫には必ず入っています、アーモンド効果。もうすでに毎日飲んでいます。寝る前にね飲むといいですよね。なんかぐっすり眠れる気もするし、これが冬になってきたら、寒くなってきたら温めてね、ちょっとココアっぽくして僕は飲みたいと思ってるんですけど、残念、アーモンド効果は僕もかなり愛用しています。はい、ということで以上かな。どうしようかな、買わなきゃいけないんでしょ。ここでね、22万の柴犬ですというのも違うから、よし決まりです。今週僕が選んだベストバイは、相席ネームわきちゃんがくれたかぼちゃの漬物にします。はい、これをちょっとね通販で探してみて、実際に次のねぼっちマイクの時の収録までに食べて感想を伝えたいと思います。はい、ということで皆さんお便りたくさんありがとうございました。さあ、それではここで一曲聴いてください。 EXILE TRIBE で茜雲。お届けしたのは EXILE TRIBE で茜雲でした。79.5 FM NAC5 ファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク。お届けしてきましたファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク、エンディングのお時間です。番組にメッセージを送ってくれた方の中から僕のサイン入り NAC5 ステッカーが当たったのは、相席ネームサミさん、ユイさん、そしてマナちゃんさんです。おめでとうございます。そして僕佐藤大輝から告知があります。 MBS ドラマトック愛人転生され妻は死んだ後に復讐するがテレビ埼玉で毎週水曜日深夜に放送中です。明日は第7話ということで、いよいよ大どんでん返しが待っている第7話ですね。きっと衝撃の展開が待っているので、皆さんぜひリアルタイムでねご覧になれる方は一緒に盛り上げてくれると嬉しいです。そしてファンタスティックスニューシングルガットブーストがついに明日、お待たせしました、10月23日水曜日に発売になります。テレビ朝日に行って毎週日曜日の朝9時に放送中の仮面ライダーガムの主題歌となっていて、先日ねミュージックビデオも解禁されました。ぜひ YouTube で何度もご覧ください。そして10月26、27に開催する LDH ライブエキスポ2024 EXILE TRIBE ベストヒッツ行われるんですが、この27日の公演を全国の映画館にてライブビューイングすることが決定しました。詳細はホームページやライブエキスポの公式 SNS をチェックしてください。ということで、番組ではポッドキャストも配信しています。毎週放送終了後のアフタートークをお届けしているんですが、今回はですね最近見た僕のねベスト映画紹介したいと思います。こちらもお楽しみに。ファンタスティックス佐藤大輝のぼっちマイク、ここまでのお相手はタチコと佐藤大輝でした。それではまた来週、バイバイ。